月のワグマ。遠山川は赤石山脈のふもとを流れる谷川であります。今から10年ほど前、私がまだ長野県にいた頃のことでした。荒木という元人力車夫をしていた男と一緒に遠山川にイワナ釣りに出かけました。途中、三津島というところで一晩泊まりました。そこの宿屋に犬のように鎖でつないで一匹の子熊が飼ってありました。ちょうど私たちが着いた時には、子熊は庭の柿の木につながれて赤ちゃんのように両足を投げ出して座っていました。そして短い木の切れ端を持って地面をピタピタと叩いて遊んでいるのです。その無邪気な顔つきといい、動作といい、それは獣というよりいたずら坊主といった格好でした。あんまりその様子が可愛らしいので、私はじっと立って眺めていました。すると後ろから荒木が、旦那さん、ことによると私どもも遠山川の谷の中でこんなやつにひょっと出会うかもしれませんに、というのでした。ところがこのことが本当になってしまったのでした。10日分の食料を持って、私たちは遠山川の上流深く入り込みました。雨が降っても、水が増しても、安全な岩穴を見つけて、そこを宿と決めました。穴には乾いた落ち葉を敷き詰めました。ふかふかした、しかも太陽の匂いのする、気持ちよい寝床が出来上がりました。3日ばかり経った朝のことでした。私は例の通り4時頃に起き出しました。深山の渓谷の夜明けは気持ちの良いものです。空気はガラスのようにピーンと澄み切っています。その澄んだ空気の終わったところに、みずみずしいぶどうのような星を抱いた空が広がっています。私は岩の上に這い出して、この美しい空気を力いっぱい吸い込みました。突然、川べりの方から荒木の声がしてきました。旦那さん、旦那さん、えらいものがありますに。大層物々しい声の調子です。何事だろうと思って、急いで岩の上から飛び降りて行ってみました。大きな足跡です。しかも熊の足跡です。熊だなと私はつぶやきました。荒木はその足跡を指で測ってみながら言いました。この辺にしては珍しい大熊でありまする。あの宿屋で言ったことが本当になってしまいました。子熊も一緒だったんだなと私は言いました。ええ、子熊は2匹のようでありまする。と、足跡を調べていた荒木が言いました。ゆうべ、私たちが眠っている間に、ここを通って、川上の方に行ったものと見えます。あの子熊を一つ、生け捕ってみたいものだ。と、私は言いました。しかし、それは命がけの仕事でありまする。と、荒木は難しい顔をして言うのでした。私は命がけと聞いて、この冒険がますますしてみたくなりました。ねえ、荒木くん、手伝ってくれよ。費用はうんと弾むからな。と、私は言いました。しかし、荒木はそれには答えずに、握り拳でゴシゴシとむやみに額をこするのでした。やっぱり夜明け方のことでした。私が例の岩の穴から這い出すと、旦那さん、旦那さんと荒木のささやくように声を忍ばせた呼び声がしてきました。荒木は河原の岩の陰でパチパチと焚き火をして朝飯の支度をしているところでした。その荒木が岩の陰から上流の方を指さしているのです。
その指の先を追っていった私は、思わず、おおっと、低いうなり声を上げました。チャチャチャッと、白い波の帆を光らして、気持ちよく流れる急流の向こう岸を、大きな熊がのっそのっそと歩いているのです。野生のままの熊を見たのは、生まれて初めてです。実に、どうも堂々たる姿です。どうだ、素晴らしいなあ、と荒木にささやきました。あいつ、夕べのやつでありまする。なるほど、私は大熊にばかり気を取られていたが、荒木の言葉に注意してみると、その後から、それは小さな片手で持てそうな2匹の子熊がよたよたとついていくのです。毛並みのムクムクしたおもちゃの熊みたいな可愛らしいやつです。空いっぱいの朝焼けで谷間が薄いバラ色の明るさになりました。と、親熊は突然両足で立ち上がりました。それは前首のところに白い三日月型の混じり気のあるあの月のワグマでした。一体何をするのであろうと見ていると、親熊は前にあった大きな岩を両手でぐいっと抱き起こしました。と、2匹の子熊は先を争って転げ込むように岩の下に潜り込みました。そして子熊たちは何か拾って盛んに食べている様子です。カニです。やつらカニを食っているんでありまする。と、荒木が言いました。親熊はその辺の岩を五六個も続けざまにもたげました。が、もう疲れたのか、また十分と思ったのか、子熊を連れて崖の崩れを駆け上がって、向こう岸の山の方に消えていってしまいました。私たちは釣り竿を担いで崖に沿って河原を右に曲がりました。と、ぎょっとして立ちすくんでしまいました。10メートルばかり上出の河原にあの母熊がごろんと横になって昼寝をしているのです。2匹の子熊は仲良く頭を並べてお乳を吸っておりました。私たちはちょっとも音を立てまいと用心して退却しました。そして私たちは崖の上に這い上がり、崖から河原の方に突き出たもみの木の上によじ登りました。そこに隠れていて、熊をよく観察してやろうと考えたのです。お乳を飲んでいた一匹が頭をもたげました。そして前足を振り上げると、まだ盛んに飲んでいる兄弟の頭を一つパカーンと殴りつけました。すると他の兄弟もお乳を離して、今殴った方に向かっていきました。二匹はちょうど人間が相撲を取るときのように組んだままでコロコロと転がっていきました。熊の子は人間の子供に似ているとよく狩人たちは言うが、全くいたずら坊主そっくりです。母熊は子供たちにお構いなくぐうぐう眠っておりました。組打ちをしたり、カニを追っかけたり、2匹の子熊は母熊から14、5メートル離れていきました。が、1匹の方は急に何かを不安を感じたのか、急いで母熊の方に駆け戻っていきました。けれど、もう1匹は大胆なやつと見えて、平気でその辺の川べりをあさり歩いておりました。どうだい？今ならあの子熊は、生け捕りにできるぜ。と、私は並んで木の枝に腰掛けている荒木に言いました。とんでもない、命がけでありまする。だって、親熊は死んだように眠っているじゃないか。荒木は黙って首を振りました。それから荒木は、服のポケットから、くるみの実をつかみ出すと、枝の上に立ち上がって、子熊をめがけて投げつけました。二つ三つは
流れの中に音を立てて落ち込みましたが、いくつかは子供の近くの岩にカーンと当たりました。大きな音ではなかったが、聞き慣れぬ音に子熊は警戒しました。クンクンクン。子熊は泣いてそばの岩に駆け上がりました。それまで子熊がどんなに騒いでもぐっすり眠っていたように見えた母熊は突然跳ね起きました。そして低いがしかしすごいうなり声を上げると、子熊のいる岩のところまで駆けつけて辺りをにらみ回しました。私たちはもみの木の枝の陰で息を詰めて小さくなっておりました。母熊は辺りに何も怪しいものを発見しませんでした。しかしどうもここは気に入らぬというように鼻をクンクン鳴らしながら子熊を連れて上流の方に行ってしまいました。やつらを狙うのは命がけでありまする、と荒木は低い声でもう一度繰り返しました。旦那さん、捕まりますに早く来ておくんなさい。あんなに熊を恐れていた荒木が意気込んで駆けつけてきたのです。どうしたんだい。あの子熊め、ただ一人でいるんでありまする。あたりには母熊の影も形もありません。生け捕るなら今のうちでありまする。よし来た。私は釣り竿を投げ出して荒木について行きました。その日はいつもより3キロメートルほど上流に来ていましたが、5、600メートルも行くとこの川は大きな滝で行き止まりになっていました。この滝壺の下の河原に子熊はどうしたわけか、ただ一匹で来ていました。どうです、というように荒木は私の顔を見てにっこりしました。私たちは子熊を滝に追い詰めて捕らえる計画を立てました。子熊は私たちの姿を認めると急いで山続きの崩れた崖の方に逃げ出しました。山の方に逃げられると厄介なので、私たちは石を投げたり木の枝を投げたりしてそちらの道を塞ぎました。子熊はよたよたしているようでもあちらに逃げこちらに走って私たちの手を巧みにすり抜けるのでした。けれど私たちは計画通り滝壺の方に次第に追い詰めていくことができました。親熊さえ現れなければもう子熊は私たちのものです。と、その時です。うおーという熊の吠え声です。はっとして私たちは束の間に体いっぱい冷や汗をかきました。が、しかし次の瞬間には思わず微笑が頬の上に浮かび上がってくるのでした。なぜと言って、母熊は堂々と落ちる滝の向こうのてっぺんの岩の上に立っていたからです。滝は30メートルもあるほど高い大滝です。あたりは切り立てたような険しい岩崖です。しかも滝壺には大きな岩があっちこっちに出ています。飛び降りたら命はありません。山伝いに来るにはずっと遠回りをしなければなりません。さて、子熊はというと、母熊の吠え声を聞くと、何かの合図ででもあったかのように、川淵のくるみの木にスルスルっとよじ登り始めました。私は子熊がこんなに木登りがうまいということを初めて知りました。子熊は楽々と木を登り詰めて、そのてっぺんの枝の上にちょこなんと座り込みました。しかし、これは私たちにとっては、滝壺に追い詰める以上に都合の良いことでした。私たちは子熊を生け捕りにするためにそのクルミの木に二人で登り始めました。旦那さん、これはうまくいきましたな。荒木は弾んだ声で言いました。今度はあの子熊が犬ころみたいに懐いたらもう閉めたものだぜ。私はもうすっかり子熊を手に入れたつもりでこんなことを言いました。
子熊は自分の最後を感づいたものか、梢のてっぺんでしきりにクンクンと悲しげな鼻声を出しているのでした。とその時、私たちはハッと叫んで転げ落ちるようにクルミの木から飛び降り、崖縁のモミの大木によじ登りました。それは堂々と落ちる滝の音を圧してビリビリッと岩も張り裂けるような声で、すぐ私たちの短くで怒ったように思われたからでした。私たちはまた別な熊が現れたのではないかと思ったのでした。しかしそれは怒り心頭に発した母熊の恐ろしい吠え声でした。母熊は滝のてっぺんの岩の上にぐっと立ち上がって、私たちをにらみ据えているのでした。私は今まであんな恐ろしい、あんな力のこもった不思議な声を聞いたことはありませんでした。私たちは互いに顔を見合わせて、ほっとため息をつきました。と母熊の体が宙に踊って岩の上から離れました。母熊は滝壺めがけて飛び込んだのでした。ダダダダダーン、大きな音とともにものすごい水煙が立ちました。そして熊の姿は一旦滝壺の中にすっかり沈んでしまいましたが、また浮かび上がってきました。それから泳ぐというよりも水星に押し流されるようにして岸につきましたが、そこの岩に頭を持たせたっきり動かなくなってしまいました。あんな高いところから飛び込んだのでは、いくら強い熊でも助かりっこありません。かわいそうに死んでしまったに違いありません。私も荒木も胸のつぶれるような思いでした。一声も発することができませんでした。あたりは次第に暗くなっていきますが、私たちは立ち去りかねて、いつまでもいつまでも見守っていました。と、おう、母熊が動き始めたではありませんか。しめた、やつめまだ生きているのでありまする。と荒木はその時本当に嬉しそうに言ったものです。私はものを言えば涙がポロポロこぼれそうなので、うんうんと言ってうなずいてみせるのでした。母熊は頭を静かに左右に振りました。それから伸びをするような格好で前足をぐっと突き出しました。母熊は立ち上がりましたが、すぐに腰がヘナヘナと崩れて倒れてしまいました。こんなことを二三度繰り返して、最後にしっかりと立ち上がりました。母熊が立ち上がると、子熊はクルミの木から滑り降りてきて、母熊に体をすりつけ、クンクンクンと泣くのでした。やがて母熊は割合にしっかりした足取りで子熊を連れて歩き去って行ってしまいました。私たちはあの母熊のことが心配でした。それで遠山川にいる間中、その後の親子熊の様子を尋ねてみました。しかし、もう親子の熊は二度と再び私たちの目の前に姿を現しませんでした。なあに、あんなにしっかりした足取りだったから、やつはきっと達者でおりまする。と、荒木は言うのでした。私もそうあってくれるように心に祈りながら、遠山川を後にしたのでした。